こんにちは、池田もこです。はい、今回は私のお部屋アレンジを紹介していきます。最近お部屋の改善をしたくていろんなものを買ったんですけど、その購入品とか収納法とかアレンジしていくところを紹介するので参考にしてください。そして今回買ったのを先に紹介すると、レンジ、レンジ台、棚、ソファー、あとは絵を買ったので、こちらを順番に紹介していきます。じゃあまずこちらのレンジとレンジ台です。はい、ということでこの上から紹介していくんですけど、まずね、今までレンジだったんですけど、その家の時間が増えてちょっとオーブンも使いたいなとか、ちょっとずつこう料理もいろいろやってみようかなっていうのもあって、オーブンレンジを買いました。で、結構これお部屋のね、リビングにもそのままドンってこう見える位置になるので、ちょっと見栄えも意識しておしゃれなバルミューダを買いました。で、こっちはまあポットとか、よく紅茶を飲んだりとかするので、なんか作ったハーモニウムとか、まだ挿してないんですけど、いろいろ飾ってます。これはなんか100均の布を敷いてます。で、2つ目に買ったのがこのレンジ台なんですけど、これはローヤさんっていうところで買いました。で、これ実はね、組み立ててる動画を4月に撮影してたんですけど、あまりにも時間がかかりすぎて、結局ボツにしました。もう一個の棚もそうなんですけど、まあ、だから完成後ちょっとお見せします。これね、作るのはだいたい4時間半ぐらいかかって、なかなか一人では大変です。2人からって書いてあるけど、2人でも大変です。なので、もし作るときは2人以上でやってみてください。で、中紹介するとこんな感じです。まず引き出しがあって、ここはもうあのバルミューダの中にあったやつそのまま置いてるのと、よく食べるチョコと、ちょっとなんか紅茶すぐ飲めるようにここにね、一旦置いてます。まだね、ここ完成はしてないんですけど、なんか今の状態を紹介していきますね。で、こちらの扉を開けるとこんな感じで横も4段あって、これも高さ調整できるんですけど、ここは紅茶を入れてます。こんな感じで、これはもう前のキッチン側にあった紅茶を移動させたって感じですね。ここもね、後でまたケースとか統一していきたいなって思ってるところです。で、ここはあまり使わない食器とかを置いてます。で、ここはフライパンと鍋があるんですけど、撮影するときに使うようで、ちょっと綺麗なの最近買ったので置いてます。ちなみにここのケースは全部ダイソーです。はい、で、反対側開けるとこんな感じです。ここもまだ完成はしてないんですけど、撮影で使うものとかを今一旦とりあえず置いてて、で、前にね、キッチンの動画でお米とかはキッチンのシンク下置かない方がいいよっていうことだったんで、この下にね、全部移しました。ありがとうございました、教えてくださった方。これはブレンダーを置いてます。で、こっちは全然関係ないんですけど、造花がいっぱい入ってて、この下もお米、ジップロックとかに入れて収納してます。で、このケースも全部ダイソーです。これはセリアですね。こんな感じで、で、この棚自体がね、なんかネットで見てたのと思ったのと違って、結構なんか青白っぽく見えるなとか、若干まあ傷があったりとか、なのでちょっと一旦このマスキングテープ貼ってごまかしてるんですけど、なんかゆくゆくはなんか貼りたいなとかも思ってるところです。でもね、これローラー付きになってて、実はここ見えないんですけど、それが動かせるんで、掃除の時とかもめっちゃ便利やなと思います。ちなみにこっちのやつが今までのレンジ台とレンジになるんですけど、これはゆくゆくは断捨離しようと思ってます。はい、3つ目がこちらです。この棚もローヤさんというところで買いました。で、ちなみにこれ作るのは1時間半ぐらいでできて、なんかこの素材とか、その作り方の説明書とか、作る時の工程、なんか印とか書いてたりとか、パーツとかもあるんですけど、もう一個の先のレンジ台と全然ね、作りやすさが違いました。だから同じサイトでもその質やったりとか全然違うなって思ったので、これはすごい良くて気に入りました。中の収納はこちらです。前にここにカラーボックス3段のものを置いてたんですけど、それを移動したって感じですね。順番に紹介していくと、ここはドライバーとか、なんかよく使うスプレーを置いてたりとか、ここはスキンケアとかパックとかのストックですね。これセリアのケースなんですけど、そこにちょっと台紙を挟んでラベリングして、ちょっと見栄えをすっきりさせました。で、こっちも同じ感じで、この中の紙は厚紙にダイソーのね、シールを貼りました。で、これケースセリアのもので、下の段はポーチにストックを入れてたりとか、これも前に紹介したんですけど、ちょっと分かりやすいようにね、ラベリングを足しました。
このケースもスリアで買えるし、全部出す時とかもねすごい分かりやすいので、名前も書いてて、ぜひこういうのも参考になればと思います。はい、次に買いたいと思ってるのはこちらです。この座椅子です。今までね、私その初めて一人暮らし始めた時からずっと座椅子生活で、やっぱり部屋もね最初もっと狭かったので、ソファーと幅取るし物が多いのもあって、逆にそれに慣れてね、こっちの家来てもずっと座椅子やったんですよ。で、座椅子のメリットってやっぱり場所を取らないので、他に置きたいものいろいろ置けたりとか、あとはねこの背もたれの高さ変えれるんで、その自分の調子によって合わせたりとかで、あともう一個はもう高さがないじゃないですか、椅子と床の。だから結構ねこのままで寝れるんですよ。あ、脱力みたいなのもできるんで、結構気に入ってて、これに慣れてたんですけど、ちょっとね部屋のイメージを変えるにはやっぱソファーがボンボンってあった方が綺麗に見えるんかなと思って、一人暮らし初のソファーを買いました。ソファー生活に慣れてないからどうなんやろって感じなんですけど、ちょうどそのソファーが届いたので変えたいと思います。こちらのソファーです。1ヶ月2ヶ月前ぐらいに頼んで、ね、やっと届いて楽しみにしてたんですよ。どんな感じになるやろと思って開けてセットしていきます。じゃあちょっと移動していきます。ソファーを重っ。後ろ通れるかな。とりあえず一回置こうか、このまま。なかなか幅ありますね、これ。おお、ソファーや、家って感じやな。じゃあちょっとカバー外します。あれいけー。おークッションもついてるし、これ足も自分でつけられるようになってます。今回は私はなしでちょっと行こうと思います。うん、すごい新鮮や。ウサピあ、いいやん。あ、片目足しかも嬉しい。幅とかもすごいいい感じやし、寝でいい。よいしょ。お、いいね。むくみ取りながらこうか、斜めやな。すげえ。あ、こういう感じもいけるな。あ、こうやって寝れるし楽しい。今までね、その座椅子生活してて、座椅子は座椅子ですごい落ち着くし、まあ一人暮らしの生活に全然ソファーはなくてもいいぐらいで思ってたんですよ。まあただソファーが好きとか、見た目的にソファーがあった方がいいなとか、そういうことは全然ありやなって今着てみて思いました。で、今はねシンプルなんですけど、なんかクッション置いたりとか、なんかかけてみたり、カバーとかまたしていきたいなと思います。はい、ということで最後はこちらの絵を入れていきます。絵っていうかポスターですね。こっちはプロジェクトノードっていうインスタで見つけたサイトで購入したのと、あとこっちの額は楽天で買いました。これをはめていきます。これもねずっと前から届いてて、撮影用にずっと置いてたので、もうこの日を楽しみにしてたんですよ。もう、わあ、気づかしちゃいそうで怖い。どうやって絵入れんのやろ。ドライバー、ドライバーがいるのか。これ裏にネジがついてるんで、この上か下どっちかのネジを一回外して、で A 挟んだやつを入れて、ここはめて、最後までドライバーでネジ締めるっていう感じですね。はい、じゃあまずポスターから開けていきます。ポスターはほんまシンプルな葉っぱみたいな A のやつにしたんですよ。おお、ルルルルこんな感じです。んでドライバーを下側のネジを外して入れる。 OK。 緊張するな。こうやってすぐ抜けるのに、こうやって抜け。うわっ、おー、これを外してこの辺を入れるってことやな。いけこれで、ごめんな、これどっちにやんねやろ。いっかちょっとだけ額の方が大きかったみたい。これでネジ締める。
はい、こんな感じでまず収まりました。あとはこの説明書にある通り釣り金具をつけていきます。はい、こんな感じで金具を刺したらこれをクリッてやるみたい。おお、こういう状態になりました。これをパチッて、でさっきの穴に紐を通していきます。で紐を通したらここで結ぶみたいです。はい、裏はこんな感じになりました。ここに引っ掛けるってことかな。でフレームはこれ4種類あって、私はゴールドにしました。はい、じゃあ今度は早速壁に飾っていきます。ちょっとベッドの上なんでね、もう乗ってしまったんですけど、あざで掃除するんで。じゃあさっきこれかけるのにこういう金具をつけるので、ここつけちゃいます。はい、じゃあかけてみます。この辺かな。できました。いい感じじゃない。だからしかもこのシンプルな感じが今の部屋になんかちょうど合ってる。もともとはここ何もなくて寂しかったんですけど、なんかちょっと絵貼るだけでなんか雰囲気が出ていい感じになったと思います。はい、ということで今回は私のお部屋アレンジを紹介しました。まあ、家にいる時間が増えたことでいろいろね、家の見直しとかをできたりして、改善したり収納方も見直したりできてすごく良かったなと思います。で今回買ったのが全部でだいたい10万円ちょいぐらいなんですけど、ちょうどね、もうちょっと先になるかもしれないんですけど、給付金がね10万円ぐらいいただけるということだったので、その機会にね、皆さんもお部屋見直したりとか、もうちょっとこうしたいなっていうところとかでね、使えたり、でそれを物を買うことでまた経済もね回っていくと思うので、ぜひ今回紹介した中でもいいなって思うのがあったらチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしてるので、そちらもぜひフォローお願いします。では池田真子でした。バイバイ。